待ってくれ。やってみる。いやいや、無謀ですって。本気だ。僕はお前に恩がある。そのお前がそれしかないと言うならそうする。動機が薄いっすね。でもあんなことがまた起きるかもしれない。今度は僕がお前を救いたい。だからなして。お前が好きだから。はあ、それはなんすか、恋とかでしょうか。ああ恋だ。そんな真顔で言われても、好意を抱かれるようなことはなかった気がするんですが。前にも言ったけど、別の世界で自暴自棄になって落ちていった僕をお前がそばでずっと見守ってくれていた。それはおそらくですが、私なりの責任の取り方だったのではないですか。でも僕は救われた。で、そこからどう転べば恋に発展するのやら全く理解できませんが。恋に理屈なんて必要あるか。んだと、それを理由に挙げたのはそっちだろ。ほら、私たち相性最悪っすよ。でも好きなんだ。それは奇特な方で。何とでも言ってくれ。